最近 MBTI 流行ってるね。MBTI 性格の種類。はいはい。あれはいいやんだ。全然知らん。なんか日本で流行ってるらしいよ最近。じゃあ私たち何？日本人じゃない。全然知らんね。知らん。うん、流行ってるよね。まあ、コメント見てコメント。流行ってるらしい。なんか診断があるらしい。知らん。診断みたいな。え、何それ？僕はちなみに。ENFP。ん？そういうのがあるんだ。え、ちょっと後でやってみようかな。後やってみ？うん。面白いよ、結構。結構合ってる部分ある。え、で、僕 ENFP って言ってもさ。うん。表で出る部分と違うから。本当の俺って。ああ、まあそうだよね。人前とさ、まあ、リスナーさんたちはどう思うかわかんないけど。はいはい。え、どういうラスさんってどういうことどういうことですか。リスナーさん調べてどういう性格やった。うん、F なんだっけ。ああ、ENFP がどういう性格なんだ、うん、そうああ、本当の俺を調べて。本当のラスさん落ちてしまった。あ、まずい。戻ってきてラスさん、気合で。ふぅーい、逃げーラス。はい、ダメでした。はい、ダメでしたと。ENFP は愛想がよく社交的な少年少女って書いてあるよ。ああ、じゃあ情熱的で活気にあふれ、想像力に富む、温情的で同意的で常に新しい可能性を探して試みるタイプだ。問題かけ中に素早く関心のあることは遂行する能力と情熱がある。繰り返される日常的なことを我慢できず情熱が出ない。また一つの仕事を折れる前に半分残ったけど、うん、いや上手に読めました。褒める。え、でもなんか合ってる気がするよ、情熱的なとことか。うん、ねえ、結構しっかり出るんだね。でもこういう性格とかじゃなくて、こうこうこうでこうこうこうでみたいな、うん、で、これ韓国で一回めちゃめちゃ流行ったんやけど、1年前。うん、はいはい。これがさ、なんか紙みたいになって信用しすぎっていう感じ。へえ。お前や、ENFPだからこうなるんだよっていう感じ。へえ。やっぱりこういうのもネタでやらないと。確かに確かに。お前は ENFPだからこうなったんだよ、バカ。それ誰？ちょっと高っ。